ドイツ国立図書館は、東西ドイツ再統一後に、ドイツの国立図書館の機能を果たすべく統合された、下記の2巻の統一名称である。略称は、DNB。旧東ドイツ時代の国立図書館を継承した、ライプツヒカン旧西ドイツ時代の国立図書館を継承したフランクフルトアムマイン館、統一国家としての歴史が浅く、プロイセン王国。 バイエルン王国等の書法の並立時代が長かった。ドイツでは、ベルリン2661年創立のプロイセン王立図書館、ミュンヘン2558年創立のビッテルスバッハ、宮廷図書館など歴史ある大図書館は数多くあった。しかし、ドイツ全体として印刷されるすべての書籍の農本を受け入れ、その書誌情報を整備する近代的な意味における、 国立図書館の成立が遅れた。ドイツにおける全国規模の農本図書館は、1912年にドイツ書籍賞組合により、ライプツヒに創設されたドイチャビューフヘライに始まる。ドイチャビューフヘライは、設立以来ドイツ国内で印刷されたすべての出版物を収集し、1940年代には、蔵書180万冊を持つ国立図書館へと発展していくが、 第二次世界大戦後に、ライプツヒがソ連占領地域になったため、ドイツ民主共和国の国立図書館とされた。一方、ライプツヒの国立図書館を失った西ドイツでは、1946年に、フランクフルト・アム・マイン氏と協力して、ドイチェ・ビブリオテークを発足させた。ドイチェ・ビブリオテークは1952年から財団となり、フランクフルト氏、ヘッセン州及び、 西ドイツ連邦政府によって共同運営されたが、1969年に連邦政府直轄の機関に改組され、連邦の財政負担により運営されることになった。翌1970年には、西ベルリンにドイチェビブリオテークの付設施設としてドイツ音楽図書館が設立された。1990年、東西ドイツは統一を果たすにあたり、統一条約において、 両国の国立図書館であるドイチェビューフヘライト、ドイチェビブリオテークの統合を定めた。統合された国立図書館は、ドイチェビブリオテークに監視の代を付した大ドイチェビブリオテックを三観の総称及び、統合組織の名称として使用し、各館は従来の名称の使用を継続してきたが、2006年にドイチェナッショナルビブリオテックに改称した。また2010年に、 ドイツ音楽図書館がライプツヒに移転した。しかし、他国のナショナルライブラリーと異なり、ドイツ国立図書館は1913年以降に出版された文献資料に限定していることから国内ではこの名称に対して批判がある。ドイツ国立図書館のシューボンは1913年以降に出版された下記の文献資料に限定される。 一ドイツ国内のすべての印刷物、電子出版物、ドイツ語で出版されたすべての資料、二国外で出版されたすべてのドイツ語の文献資料、外国語で出版されたドイツに関するすべての文献資料である。1933年から1945年のナチスドイツ時代に国外で出版されたドイツ人亡命者の出版物を収集し、 目録に集裁する責任もある。出版業者との協力は、ライプツヒでは1935年以来法律で制定されており、フランクフルトでは1969年に、統一後には1990年に制定されている。資料の収集を実現するために、ドイツ連邦共和国の法律で定められている、納本制度を利用している。営利非営利団体を問わず、 資料を出版する際には二部図書館に提出しなければならない。その対象は伝統的な印刷資料だけでなく、マイクロフィルム、レコード、AV 資料、電子出版物と多岐にわたっている。統一前はライプツヒとフランクフルトはいずれもドイツ語文献の全国書誌を作成をしており、競合関係にあった。統一後は重複をなくすため、資料を出版地によって分担して、 収集整理することにした。ライプツ比は旧東ドイツ地区、ベルリン、ノルト・ベスト・ファーレン州、オーストリア、スイスを、フランクフルトはノルト・ライン・ベスト・ファーレン州を除く旧西ドイツ地区を担当する。ドイツ図書館法の改正により二分の本性が採用されたため、保存は各館一部となる。各館の存在意義がなくならないよう、それぞれに 専門分野を持たせてあり、ライプツ比は書物保存研究、テキストの他の媒体、マイクロフィルムへの変換、ドイツに関する外国語の出版物、ドイツ語文献の翻訳、国際帰宅図書の収集、楽譜、レコードなど音楽資料の整理。フランクフルトは全国書士サービスの管理、中央コンピュータの管理、情報技術、コミュニケーション技術の研究となっている。 ドイツ国立図書館の現在の創造書数は約3200万点であり、ドイツ語圏で最も規模の大きい図書館となっている。ドイツ国立図書館は完全な館内閲覧制である。ライプチヒ館とフランクフルト館にそれぞれ大きな閲覧室が存在する。一般的な利用のほか、電子資料や視聴覚資料も閲覧できるため、研究の可能性が広がっている。 利用者は通常の図書館の使い方に加え電子メディアやインターネットを利用して最新の情報を入手することもできる。図書館員は利用者が電子所蔵目録や CD r o m インターネットを介して必要な文献を検索するのを手助けする。要求に応じて検索を代行することもある。また、インターネットを通して蔵書目録を検索することもできる。 読みたい文献や資料をオーダーして、翌日以降、それぞれの閲覧室で利用することができる。それに加え著作権の範囲内で、雑誌論文や図書の数章文、新聞記事のコピーをオーダーすることもできる。これらのサービスは有料である。図書館は年単位あるいは週単位で利用料金を設定しており、利用者はインターネット使用料、 印刷料金などを支払う必要がある。図書会員による情報サービスも課金対象になっている。ありがとうございます。